こんにちは、ドクターネッケスです。さあ、イベントが終わって一夜明けました。届いてますね。室ヶ谷星5。お金も受け取っちゃいましょう。で、スペシャルサマーガチャチケット、プレミアムガチャチケット、さあメンバーに入れて行ってみましょう。で、イベントがこれをやっとかんとちょっともうすぐ終わっちゃうんで紹介していきましょう。紺の青春、すごいね、すごいスッキリしたね、ここ。はい、じゃあやっていきます。初見プレイ。休むもない過酷な死神代行、死神業代行。死神になってる間も紺に預けてる体の心配で心労疲労は増すばかりで。アイゼンのレベルを上げたくてですね、リーダーを1号にしてます。ガチャの更新はいつかな。そして8月末にって言ってた第4編はまだかな。一緒に入ったらあかんよね。さっさと始めようぜ。懐かしいな、このマップが。スイカ割りじゃないマップっていうのが最高。簡単だな。常に瞬発。さよ、一気に型をつけさせてもらうぜ。いちごの月がテンションさ、ただのヒットすることがありますよね。もう一回いっちゃった。悪いわ。体がまだ死ぬ気にはなれねえわ。ハーフ。いや、思ったんですよ、この全部ストーリー流しちゃうのどうかなとも思ったんですけど、もうすぐイベント終わっちゃうし、後々ああこんなイベントあったなっていうのが見たいなと思って。全部取ってきます。さっさと始めようぜ。長いな。
は月が来たねえのに。石が手に入るのはいいのかな。さあハード、ハードが美味しければ周回するんだけど、あ、そうか、確かハードでイチゴとルキアが落ちるんですよね。まだ僕ゲットしてないんで、ドロップのイチゴ、あ、じゃあルキアの3が、それで周回しなきゃあかん。カブ強化が、あーそうでしたねそんな設定ありましたね。始めようぜ。あー、いきなり食らってる。倒してない。お、早速1個ゲットしてるのか。中央の手に入るのかな。星さんだけだったりしない。あ、そうか、こんな時こそ裏原じゃん。あ、違う、あれは関係ねえや。あの境界師と缶だけだ。もう缶はもういらないし、あ、間違えた。そうですね、ガードされちゃいますね。ボスタックラブじゃない。言われたわけじゃないからボスだね。経験値800はあっちより。おい、やったー一発でルキア入った。ドロップは星さんだけなのかな。ドロップできたらラッキーですね。はい、というわけで今回は本の青春をやってきました。まあ、このイベント明日までなんで、もうちょっとしかできないんですけども、ドロップも美味しいし、経験値も美味しいしなんで、皆さん頑張って周回しましょう。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。